降る雪が全部メルティーキッスの箱詰めだったらないいのにな。欲張り。どうも、たくあんボーイです。今回は38日目でございます。こんな言い方する？38日目ですね。早速やっていきたいと思います。今つけたのは無印良品の化粧水、敏感肌用しっとりタイプでございます。今つけたのは無印良品の、乳液敏感肌用高保湿タイプでございます。今つけたのはウーのフェイスカラークリエイターカバーでございます。今つけたのは100円ショップのエルファーっていうプロフェッショナルファンデーションです。今使ったのはカバーパーフェクションチップコンシーラーでございます。これはね 1.25 っていうね肌の明るさを使っております。はい、今使ったのはノーセバブのミネラルパウダーですね。これはフェイスパウダーって言って仕上げに使うやつですね。これ使うことによってやっぱね化粧のノリも良くなりますし、まあ、ちょっとね韓流メイクとは違うんですけどマット感が出るというか、パフェとかで言ったら最後にかけるカラーチョコみたいな感じですね、うん。そしてこれメンタム、このようわからんやつを塗る。しかもこれ苦戦だよな。いいんではないでしょうかって感じですけど、だいぶ慣れてきましたって感じですね。あとは化粧自体することに慣れてきたので、まあそれこそ化粧道具ですよねにこだわっていこうかなと思います。まあずっと100均のとかね使ってますけども、100均よりもそりゃね500円のものの方がいいですし、1000円のものがいいので、ね、自分に合ったいいものをちょっと探していこうかなと思っております。ということで本日はこんな感じで終わりたいと思います。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また明日も見ていただけたら嬉しく思います。シェイシェイついてね、ごいだんす、よいしょ。